守備の名手に贈られるゴールデングラブ賞。ホークスから中村晃と近藤の2人が選ばれました。守備率9割9分8厘と抜群の安定感を見せた中村晃はパ・リーグの一塁手歴代最長タイとなる4年連続4回目の受賞。外野部門で選ばれた近藤はプロ12年目で初めての受賞となりました。近ちゃんおめでとう。投手陣の秋季キャンプが行われているタマスタ筑後には元監督工藤公康さんが電撃訪問。大久保監督と練習方法などについて1時間半にわたり言葉を交わし、ホークスに復帰した倉野投手コーチとも再会を果たしました。その倉野コーチはシーズン終盤勝ちパターンで登板した藤井と松本の2人について優勝するためには絶対に外せないピースと話し、来シーズンも中継ぎで起用する方針を示唆。また課題の先発については、先発に回る選手は、まあ、大津が、うん、一番じゃないですかね、うん、大津のところが、まあ、明確に、うん、変わったんじゃないかなというふうに思います。来シーズン2年目大津の先発転向を明言。千柄を育てた魔改造倉野コーチ、投手陣再建へ早くも動き出しています。一方でチームを離れる選手も、高橋嶺、泉の両投手がトレードでジャイアンツへ移籍することが発表されました。ここ3年間は、ホークスの、まあ、結果が出ずに、チームに貢献できてなかったっていうのもありましたし、移籍をするっていうのは、すごくプラスなことというふうに、まあ、捉えて、まあ、いろんな可能性を感じて頑張っていきたいと思いますね。去年のリーグ最終戦で打たれてリーグ優勝を逃したことっていうのは、まあ、良くも悪くも自分の中でやっぱすごい鮮明に覚えてますし、チームが変わってもまたその悔しさっていうのを持ってやっていけたらなとは思います。そして今年も熱いフリーエージェント争奪戦、ホークスが本腰を入れて獲得に乗り出すのは誰？この後詳しくお伝えします。ドスコイ。スポーツキューブ、 TNC 野球解説者の池田さん、はい、そしてスポーツジャーナリストの小鉄さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて日本シリーズも終わり、各球団来シーズンへ向けての補強が活発になってきました。ホークスは今週高橋嶺投手と泉投手とジャイアンツウォーカー選手との2対1のトレードが成立したと発表しましたが、びっくりしました。ちかさん、はい、本当びっくりした本当にびっくりした。なんかね、っていう感じだったんですが、まあその、まあ、高橋嶺、まあ、前回のキューブで牧田コーチが入ってきたんでアンダースローガーっていうね、もう一回やり直してっていうところ言ったところなんですが、まあ、入団してから非常にいい形で投げてて、途中からそのコントロールという部分が苦しくなって、まあ、自分の思うようにいかなくなっているところがあったんで、いいこう切り替えの部分で牧田コーチが入ってきたなと思ってたんですけど、はい、まあ、トレードということになりましたんでね、新天地でまた新しいまた力を見せてほしいなというふうに思います。ちょっと泉に関しては、まあ、昨年ですね、最後ロッテ戦で打たれた、本人も言っておりましたけれども、まあ、そこの苦しさというのがあって、まあ、今年うまく出てこれなかったんですが、力はある選手なんで、まあ、今度は、ね、環境も変わったし自分の気持ちもそこに乗り越えていくんだというそういう気持ちで頑張ってほしいなというふうに思いますね。まあ、寂しいですが新天地でも、はい、もうやるしかないですよ。頑張ってください。引き続き応援しております。そして代わってジャイアンツから加入するのはホークス待望の右の強打者、うん、ウォーカー選手ということなんです。ちかさん、はい、まあ、1年目の時にね、結構打ってるなという形はあったんですが、打率の割に打点がもう少しあればいいなと思ってたんですが、まあ、この選手についてはやっぱり守備だと思うんですよ、はい、守備がどうなるか、ですからこう DH というところの話も出てくる選手なのかなと思いますが、まあ、今季があまり打ってないところは気にはなるんですけども、ね、これそこの辺がちょっとどうでしょうかっていう、まあ、右バッターなんでね、うん、はい、そうですね、
そもそもですね、今回外国人が絡んでの交換トレードってなったんですが、はい、その外国人絡みトレード自体がなかなかそんなに多いものではない。特に、ね、まあ、ホークスで見てみますと、うん、今出ますかね、これが、まあ、81年南海時代に、はい、西武との間で1回ですから、はあね、覚えている人いますかね。それでソフトバンクになって、こちらは、ね、覚えている方いらっしゃいますね、はい、2012年、はい、久米というピッチャーがいましたね。それから立岡選手は巨人に行っても活躍しました ね、はいね、はいはい、でロメロ投手が来ててありました。で今回がまあ3回目ということで、はい、なかなかあんまりないケースなんですが、 ね、それの外国人を取るには、はい、そもそも日本に来るときに、まあ、トレードを拒否する条項とか入っているんですが、うん、まあ、今回はそれがなくて取れたということなんでしょうが、ホ、うん、ークスがなぜウォーカー選手を欲しがったかという意味では、うん、ここチームの事情が一つありますね、はい、今年外国人選手が、不調でした、はい、ガルビス選手、アストゥディーヨ選手、はい、ホーキン選手、デスパイン選手、4人の野手いますが、4人で合わせてホームラン1本、これはちょっとなかなか難しい状況で、一軍で活躍したとはほとんど言えない状況になっておりますね。でこの選手たちはおそらく今季限りということになりますが、うん、まあ、これを踏まえて、一方巨人は先ほど近さんおっしゃったように、はい、ウォーカー選手ちょっと守備の面で厳しいもんあるんで、来年使いづらいということで放出ちょっと考えているところがあったようです、うんうん、それでホークス側におそらく持ちかけてどうだという形で高橋投手巨人欲しがった、そして泉投手も巨人は中継ぎ厚くしたいということで思惑一致しての2対1という形になったようですね。まあ、外国人野手が、なかなか今12球団で難しいのは、一つは円安、うん、でもう一つは日本の野球のレベルが上がってるんで、来ても活躍できる保証がなかなか難しくなっている。そうですね、うん、か確かに全体的に見ても12球団見てもバッターで活躍している選手が少ないというのはありますよね、はいはい、そうですね、そういう中で連れてきてもというところで国内で実績のある選手を呼んだ方がある程度の計算できるというところが、まあ、ロッテのポランコというのもね、頑張りましたしね、そうそう、はい、ロッテも巨人から行ったポランコ選手ホームランでしたね、はい、そういう例もあるのでいけるんじゃないかというところですね、はい、で大岡選手ね、独立リーグから来てて、日本でいうとこの、まあ、育成出身みたいなハングリーさが結構あるそうなんで、うん、はい、真面目だと、そういうところも踏まえて多分ホークスは踏み切ったんじゃないかと、はい、そうなんですね。また今週月曜日からですね、フリーエージェント権を持つ選手たちも動き出しました。こちらが今シーズン FA 資格を持つ主な選手となっているんですが、昨日現在でイーグルスの松井投手は海外 FA 権、バファローズ山崎幸也投手、そしてライオンズ平井投手は国内 FA 権を行使すると、まあ、所属球団には伝えているんですが、通達期限は来週火曜日までですので、まだ明らかにしていない選手もいます。小手さん、はい、ホークスのズバリ取りたいなと思っている選手、はい、誰なんですかね。いろんな情報取材に基づくと、ホークスがまあ獲得に動く可能性があるのはこの3人かなというところですね。まず山川選手、今年まあ自分自身の不祥事もあって1軍の試合出場17試合にとどまりました。で、まあ、公式戦の出場停止処分もあって、処分が解けたのがシーズン終わった後の宮崎フェニックスリーグでしたね、うん、でこのフェニックスリーグをホークスは編成から球団幹部がほとんどの試合を視察していたと、はいはい、動けるかどうかをチェックして上で来年取るかどうかと、まあ、そこまでしてますから、まあ、A ランクということで今出てますが、人的保障が発生する可能性も踏まえて宣言した場合はおそらく動く可能性が高い、はい、まあね、来てくれるとありがたい戦力になる選手ではあるんですが、その人的保障であったりとか、はい、まあそのね、守備位置が重複したりとかいろんな問題もあると思うんですけどね、うん、はい、そして2人目の注目がバファローズの山崎福也投手、はい、まあ、ホークス今年先発投手苦しんでいたので、まあ、貴重な左腕となってます。近さん、はい、来てほしいですよね、うん、まあ、非常にね、先発ピッチャーとしては今年11勝もして、はい、覚醒したかなという感じのピッチャーで、まあ、引く手もあまただとは思うんですよね。左ピッチャーでホークス左少ないし、はい、でただこのバッター
ピッチャーっていうかそのバッターでもおかしいですけどバッティングがいいんですよ。で本人がそのセリーグの方で野球かなっていう感じの方もあるの で, こ, れです、ね、はい、こういう感じありますよね。そうですね、あのホークスは補強ポイントにもしかも左ピッチャーですから、はい、ぴったり合うということで狙いに行きますが、まあ、本人が、関東の球団を希望してるんじゃないかという話もありますので、うん、まあ、C ランクで、ね、人的保障発生しない、うん、まあ、魅力もありますがこの辺はそこを本人もどう考えておそらくでも動く可能性は高い。はいはい、そして最後はカープの西川龍馬選手ということですが、うん、まあ、左の外野となりますと柳田選手近藤選手もいますがこのあたり小鉄さん、はい、おっしゃる通りですね。ホークスには左打ちの外手結構あと柳田選手もね、シュート、はい、はい、いるのでそこを踏まえてですが、まあ、やっぱり実績のある選手なので来れば計算はおそらくできるというところも踏まえでこちらは B ランクなのでおそらく人的保障発生する可能性があるとそこも踏まえてホークスが動くかどうか今調査をしている。でライバルであるオリックスも動く可能性が高いので本人が宣言した場合はそこを踏まえてホークスは行くかどうかです。はい、確かにあの来てくれるとありがたい戦力ですが、うん、本当に先ほどから言いますけど重複する選手が多いところに重なっているかなという感じがしますけどね。はい、まあ、注目の FA 今後の動きなんですが先ほどもお伝えしたように14日来週火曜日が在籍球団への意思通達の締め切りとなっています。そして翌日15日水曜日に FA 宣言選手が公示されさらにその翌日16日からは他球団との契約交渉がスタートするということなんですが早ければ何かしら来週お伝えできるのかなと思うんですが小鉄さん。そうですね、解禁になってただホークスは最近はあの交渉過程をオープンにしないケースが多いですから、うん、どの辺までこう動いたかっていうのは、うん、まあ、分かる範囲で、うん、来週この時間お届けできればお伝えしたいなと思います。はい、引き続き動きがあり次第お伝えします。